はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、おとといのね、通院でのね、眼科のお話でございます。眼科はね、いつもまず最初にですね、視力検査から始まってね、診察の時間が来たら、いつものね、美人眼科医にですね、見てもらう、この穏やかで柔らかいね、ひとときが行われるんですけどもね。で、おとといはね、採血の待ち時間に先にね、視力検査をやってから、すぐに目の写真をね、撮りますと言われてね、またね、暗闇の部屋にね、連れて行かれて、蛍光塗料をね、こう、お目に塗られてね、写真を撮るんですけどもね、その時の撮影係の人に指でね、まぶたをこう軽くパッと広げてもらった瞬間ですね、もう僕の目をね、乾燥が激しくね、襲ってきましてね、1秒もね、開けておくことができずにですね、何回もね、撮り直しをされてしまいました。こう普通にしたらね、1秒ぐらいはね、開けられるんですけどもね、まぶたをこう開けられた瞬間にですね、もう水分がぶわっと蒸発していくのがね、すごい分かりました。まあ、自分の中ではね、この検査の当日のね、その目のコンディションっていうのはそこまで悪くなかったんですけども、でもね、軽い異変がね、視力検査からね、感じておりましてね、眼科でね、こう検査するときにね、かけるメガネあるじゃないですか、片目しか見えへんようにするメガネね、あれのね、片目しか見えへん状態なのにね、乱視の見え方になってしまってるんです。普通ね、乱視というのはね、こう目にあるなんかラグビーボールみたいなのような形をしたね、角膜とかね、水晶体のこの歪みによってね、目に入る光がね、網膜のところでね、一点にこう合わずにですね、ものが二重に見える状態のことを乱視と言うんですよ。で、本来ならばこれは両目でね、こう見て起こる現象なんですけどもね、先日僕はね、これがね、片目だけでね、この乱視がね、こうね、起こってしまったんですよ。もう不思議な感じでしたよ、ほんまにね。ほんまに片目で見てるのにね、視力が出てもね、片目で起こる乱視によってですね、視力表の C の字あるじゃないですか、あれの文字がね、こう、見えなかったんですけどもね、まあ、なんとかクリアしてね、視力検査が終わって、まあ、その先ほどの写真撮影のね、暗い部屋に入れられて、ほんで痛い思いをしてね、その撮影をしてもらったんですけども、まあ、終わって待ち合いで待ったらね、またすぐに呼び出されてね、すいません、もう一度左目だけ撮らせてくださいって言われてね、撮りに行って、ほんで終わったらまたね、待ち合いで待っててね、まあ、そろそろ採血に行くかというつもりでね、採血室に進んでいったらですね、ヤスさんすいません、右目もって言われたからね、何やねん、一回で撮るやって別に言ってないですけど、はいはいってね、笑顔で答えてね、もう一度この目をね、こうグッと引き向かれてね、撮りましたわ。そっからね、もうすぐに持参していた目薬をね、こうパッと刺してね、やっと採血しに行って、内科が終わって、ようやくね、美人眼科医のね、診察が始まると思ったんですけども、案内表示のね、進行状況の欄にですね、混雑中って出てたからね、いや、これはいつも1時間ぐらい待たされるけど、まあ、いつも以上に待たされるんやなと思ったからね、まあ、車に戻ってね、編集をね、し始めてたんですわ。で、その編集も最後まではいつもまあできないんですけども、まあ、気のいいところまで終わったからね、まあ、そろそろと思って、まあ、その病院の中に戻ろうとしてね、建物の入り口の自動ドアをファンってこう入った瞬間にですね、眼科受付よりお呼び出しいたします、ヤスーさん、ヤスーさん、3階眼科診察前までお越しくださいってね、館内アナウンスでね、前回に呼びかけられましてね、恥ずかしい思いをしてね、慌てて戻りました。ほんで眼科受付についてですね、すいません、今呼び出されたヤスーですけどもってこうね、まあ嫌みたらしく言ったらですね、眼科の仲間違いで座らされて回ってたらね、さすがに呼び出されるくらいやからね、思ったよりすぐまたね、名前を呼ばれまして、もう一息くらいつかせてくれよとね、思いながらもね、美人眼科医のもとにね、向かいました。そしてね、僕はもちろんね、謝罪から入りましてね、すいません、こうわざわざ呼び出していただいてね、でも先生の表示のところにね、混雑中ってなったから、まだまだその時間がかかると思ってね、車に戻ってたんですわっていう感じの流れからね、まあ、診察が始まったんですけども、視診、触診、問診の流れでね、また目をぐわってひんむかれてね、
痛い思いをしながらね、なんとか受け止めてたら、まあ、ちょっと目薬入れますね、ちょっとだけ知りますけどとね、まあ、今までしたことのない新しい目薬をされて、ほんでそれがほんまにちょっとだけ染みてね、でもそのおかげでね、あのじわっと涙も出てきてね、ちょうどよく潤ってくれたね。でもその瞬間にね、このまたまぶたをひんむかれてもですね、痛みがなくなりました。あ、ひんむかれてと言ってもですね、指でまぶたをこれちょっと上げられるだけなんですけどもね。そしてそれに続いてですね、あの先ほど撮影した画像とね、こう見ながら、まあ先生が説明を受けるんですけどもね、あの両目ともね、大きな傷は増えてないんですけども、細かい小さな傷の、ね、範囲がバーって広がってて、特に左目がね、その黒目の中心部近くにね、こうパッと集まってきているようにね、バーって傷ができてるから、これがね、この視力が出にくい現象でしょうとね、診断されました。ほんでこの傷で起こる現象がね、もうその原因なのかなと思いましてね、あのね、視力検査の時にその片目で見てもですね、あの乱視に見えるように見えたということをね、あの先生に聞いてみるとですね、あの目の乾燥がね、ひどいとね、片目でも乱視のような、ね、見え方になることはよくあるそうなんですよ。そしてまあそういうふうな診断結果を受けてですね、まあ目が良くなってないと。でまあこれからの治療としてですね、またその目薬がね増えたんです。それはね、先ほどのね、染みるやつでして、でこれをね、まあ、1日にね、4回から6回刺してくださいと、最低でも4回お願いしますって言われたんですけどもね、っていうかまあまあ刺しますよね。だからね、これね、目薬がね、あの5種類になってしまったんですよ。でもこんなに刺したら目溺れます。でもそれでもね、ちゃんと帰ってきたら、まあ、おとついからね、早速まあ全部ちゃんと刺してますけども、まだまだ変化見当たりませんのでね、あのまだまだ痛いままです。ほんでね、先生からね、またこれ使ったら、あの使った感じを教えてくださいってね、言われたんですけどね、その後すぐにですね、次回はね、5月なんですけどもね、あの私4月から異動でね、別の先生に担当してもらいますので、その先生に使った感じを話してくださいねって言われましてね、もうね、ショックすぎますわ。まあね、あの僕はね、こういつも美人眼科医がどうのこうのって言ってますけどもね、それほんまにね、綺麗でな、スポーツしてるからね、あの余計にね、健康的に輝いてるからというのもあるんですけども、何よりもね、こちらを不安にさせへん、この当たりの感じでね、まあ、はっきりと聞こえやすくね、喋ってくれるしね、真剣に考えてるのがすごくこう伝わってくる人なんですよ。でもこの先生よりもね、その入院している時からずっと見てくれてた、あの、まあ、年の近いね、あの男の先生の方がね、より安心できてたんですけども、ほんでね、そんな2人にね、共通しているところはですね、ただそのこちらの話を聞いてくれるだけじゃなくてね、その後に細かくちゃんとアドバイスもしてくれてたことなんですよ。まあね、その感じのいい先生に見てもらえなくなるのはね、もうすごく悲しいしね、あの次の先生ともね、またその関係をね、構築していかなあかんくなるのはちょっと面倒くさいんですけどもね、まあ仕方ないことなんでね、また新しい先生にもね、しっかりと見てもらうようにね、願ってね、僕も目薬を頑張っていきます。まあそんな感じでね、目の傷はね、細かくて小さいのがね、広範囲にわたっていたというお話でございました。まあね、その病気の関係でね、目がすごいやられてるのがね、あのまだまだ続いてますのでね、ちょっと頑張ってね、しっかり治療していきます。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。